当にこの方向で間違いないんだろうな。ん？わらわは興味がないから知らぬが、インビーが言うのじゃから間違いなかろう。そうか。それであとどのくらいかかるんだ？の、インビー、秋サメが死にそうじゃから教えてやってくれ。あと3キロほどだ。何？まだ3キロもあるのか？たった3キロだ。しかしお前は本当に体力がないな。それでよく魔法少女をやっていられるものだ。僕はホワイトカラーなんだ。ごめんな、アキサ。オムオム号さえ使えれば楽だったんだけど。仕方ないさ。二人の風船胎盤がしなびるなんて誰にもわからなかったからな。一体何が原因だったのかしら。きちんと毎日水や肥料をあげていたのだけど。これだから媒体生物は興味がつきませんわね。それにしても変身さえすればひ弱な秋さでもこの程度でへばったりしないんだけどな。もしかするとそのドレスがまずいのか。私的には何にも問題ないけど、いつもみたいに力が湧いてくる感じするしさ。私も私もっていうか、いつもより力が湧いてくる感じだよね。だけどさ、アキサッチがマジ辛いんならいつものドレスに着替えちゃったらいいんじゃね。そんなことをしたら例の辺境警備隊に見つかってしまうだろ。大丈夫、3キロぐらいなんともないさ。本当？私がおんぶしてあげよっか？うん、僕を子供扱いするな。悪魔のごとき姿をした魔法少女か。連中は自分たちの可能性を引き寄せ、ドレスとして具現化させているのだったな。うむ、魔法少女が悪魔化するという可能性をあのドレスとして具現化させたのじゃろ。それもオムニスが使える神様システムの力か。なんともおぞましいものだな。何せ悪魔を魔法少女に改変する力じゃからな。もとより真っ当なものではあるまい。陛下はそれを危惧されていたのかもしれんな。ん？何か言うとこ？いや、なんでもない。あなたはあれをネフィリムと呼んでいましたわね。それがどうした？絶滅したと言っていましたけど、原因は何ですの？まさか地球のように直径15キロの隕石が降ってきたわけではありませんわよね。無論だ。原因は天災などではない。こいつらが滅んだのは陛下が打ち滅ぼしたからだ。あなた冗談も言えましたのね。この私を驚かすとはなかなかでしたわよ。こやつが冗談など言うものか。インビーメが言ったことは真実。ネフィリムはベアトリスに一匹残らず滅ぼされたのじゃ。真実ってどうやって倒したんすか？こんな大きいの僕ら全員でも無理そうっす。そんなことはないぞ。俺たちの力を合わせればこの程度。いやいや、結構マジで無理だって。インビーの一族だって餌にしちまう相手なんだぞ。すまん、そういうつもりでいたわけじゃないんだ。ふん、構わんさ。それも真実だからな。ねえ、
いんだけど、ベアトリスっていう人はそんなに強いの？なんじゃと？わらわの方が強いわと言いたいところじゃが、わらわたち七魔王が束になっても勝てるかどうか。嘘、そんなのうちらじゃ勝ち目ないじゃん。臆するな、香織。俺たちが力を。青はちょっと静かにしていましょうね。トリマ、陛下様と戦う話はやめとこ。化け物を一人で絶滅させるようなやつだしね。一人でとは言っておらぬぞ。お？なになに？どういうこと？ベアトリスには共に戦う仲間がおった。それがプルミエールじゃ。プルミエールってフランス語っすよね。確か意味は最初のでしたっけ。うむ、最初の七魔王のことじゃ。え、何よクララ、あんたってご先祖様がいたわけ？はえー、そうだよ。クラは、何代目だっけ。めいちゃん先輩、クラは何代目なの？私が知ってるわけないですよね。やれやれ、わらわたちは三代目じゃろうか。あー、そうだった。前の人がご飯の旅に行くことになったから、グラが変わることになったんだ。なんですかそれ。代替わりってそんなふわふわしたものなんですか？要は隠居じゃよ、隠居。わらわの先代も似たような理由で代替わりじゃ。悪魔にも継承の概念があるとは。ルクスリア、君たちは世襲なのか？それは七魔王ごとの方針次第じゃな。わらわは世襲じゃが、グラは前任者による指名制。インディ、そなたはどうなっておる？最も強い者が王になる。ただそれだけだ。ああ、それって王位争奪トーナメントみたいなこと？友情、努力、そして勝利みたいな？それは達也たちが見ているアニメの話だ。我が一族では力ある者が後継者となる。この僕も先代に力を示し、七魔王の座を継承した。力を示すって簡単なことだ。先代を叩きのめす。偶の音も出ぬほどにな。どうだ、わかりやすいだろ？そうだね、わかりやすいにゃ。ディアはどうやって先代から受け継いだの？うちはくじ引きやったで。くじ引き？随分と可愛らしい方法なのね。ちっとも可愛くないで、悪夢のくじ引きって呼んでたぐらいやし。そうなの？だけど七魔王の後継者って名誉なことじゃない？あんなんただ面倒なだけやん。うちらはのんびり暮らしたいだけなんやで。それなのにうちが当たっちゃうとか。あのくじ絶対に仕込まれてた気がするわ。どうしたのイロハ。アバリンちゃんもお話できるんだったら、ディアちゃんみたいに仲良くできるかなって。あなたまだそんなことを考えていたのね。ディアが何をされたか忘れた？そうだけど、ちゃんとお話できれば。うちは無理やと思うけどな。そんなことないってば。きちんとお話しさえできれば絶対。
あいつは実験とか研究のことで頭がいっぱいや。自分の話なんて聞かないと思うわ。残念だけど、私もそう思う。あまり期待しない方がいいんじゃないかしら。ここが七魔王、強欲の王、アワリティア・ザクリードの研究所か。なんていうか、随分とアレなデザインの建物だな。デザインはアレだけど、ちゃんと建物してるじゃん。やっぱりこれも媒体生物でできてんの？うむ、わらわの城も含めて、エレボスの建物は全て媒体生物でできておる。見たかったっすね。見るだけじゃなくてお泊まりしたかったっすね。そう恨みがましい顔をするでない。ほとぼりが冷めた頃にでも城に招待してやろう。ほんとっすね、お姉ちゃんとの約束っすよ。うむうむ、分かっておるわ。マリー姉様との約束は絶対じゃからな。なんだここ、羨ましいのか。いや、そんなことないよ。インビー君のお家とか全然気にならないよ。わかったわかった、あんなつまらん屋敷でよければ招待してやる。だが過度な期待をするなよ。はい、楽しみにしてるね。だから期待するなと言っているだろう。のお家ちょっと気になりません？気になってるのはあんたでしょ。それに食べ物でいっぱいに決まってるじゃない。そうなんですかね。だけどもしかしたらとか思っちゃいません？あんたもしかしたらがあると思ってる？ないですね。でしょ。でもまあ、イコの後輩がどんな生活してたか、ちょっとは気になってるかな。やっぱりそうなんじゃないですか。とはいえ、しばらくはお宅訪問は無理ですけど。ほらみんな、いつまでも無駄話してると、怖い奴らが来るわよ。何せ僕らは同輩なのだからな。むしろ出迎えて歓待すべきだろう。めんどくさいやつやな。なんじゃ、誰も出てこんぞ。アワリンめ、どこぞに出かけておるのか。なかなかのラボじゃないか。媒体生物の研究者というのは本当のようだな。アキサ、これをご覧なさいな。こ
このタイプの媒体生物は初めて見ますわよ。おい、うかつに触るんじゃない。ふむふむ、食感は寒天に近いですわね。弾力があって滑らか、そしてほのかに温かい。考察はいいからさっさと手を離せ。外部刺激で揺らぎを作るタイプだったらどうする。あらまあ、アキサは心配性ですわね。揺らぎを作るのはバカアワビとモモアワビ、つまりアワビ系列だと考えられますわ。僕らがその2種しか知らないだけだ。おい、だから気軽につつくんじゃない。だから大丈夫だと言っているでしょう。エリザちゃん、その媒体生物なんか色が変わってきてない？それに膨らんできてるような。あらあら、香りまで心配性ですの？ちょっと熱を帯びて赤くなってきただけですわ。それと高度も増しているかしら。明らかにまずそうな変化じゃないか。いい加減に離れろ。いけずですわ。お客様でございますか？誰だ、姿を見せろ。失礼いたしました。あ、君がアワリンちゃん。私たちは君に会いに来たんだよ。はい、お待ちください。私は。へー、ルクスたちとは雰囲気が違うんだな。なんか普通の悪魔みたいじゃないか。どっちかっていうとあいつらが特殊なんだって。ほら、なんか普通の悪魔で安心しない？ですから私は。俺も花火に同意だな。ルクスたちが悪いというわけではないが、やはり悪魔は悪魔らしくあるべきだと思うぞ。あら、それは問題発言よ。勝手なイメージの押し付けは良くないわ。そうだね、ポリフェノールなんとかってやつだわ。もしかしてポリコレって言いたかったんすか？ああ、それそれ、パリコレパリコレ。パリコレではなくポリティカルコレクトネス。まったく、リリには困ったものですわね。え、君が言うのか。申し訳ありませんが、話を聞いてくださいますか。私は。名乗らずとも分かっておる。そなたはアワリンの助手だろ。え、アワリンちゃんじゃないの？どう見ても違うだろうが。これはルクスリア様、インウィリア様、それにグラ様、ようこそいらっしゃいました。これは失礼しました。ようこそおいでくださいました、アケーディア様。別に気づかないままでよかったんやけど。ちょっと待ってくれ。それじゃあアワリンはどこに？誠に申し訳ございません。ドクターは急な用向きがございまして外出しております。なんじゃ、それはタイミングが悪かったの。とはいえ外出ならば仕方あるまい。出直すとするか。それには及びません。すぐにお戻りになられると思いますので、お待ちいただけますでしょうか。うん、そなたらはそれでよいかの？僕としてはそうしてもらえると助かる。何度もあの距離を行き来、もとい辺境警備隊に見つかるリスクを負いたくない。私もいろんなしですわ。それと待っている間にこちらの媒体生物を調べさせていただいてもよろしいかしら？それは構いませんが、ご注意ください。先ほど触れておられた媒体生物は強力な腐食性ガスを放出いたしますので。あ、あ、
お待たせしてしまい申し訳ありません。よろしければこちらをどうぞ。おお、茶か。なかなか気が利くの。気遣いはありがたいが、俺たちは遠慮しておく。ん？なぜじゃ？喉が渇いておらぬのか？当然だろうが、その茶に何が仕込まれているのか分かったものではないからな。リンウィディア様、ドクターが何かご迷惑をおかけしましたか？いや、そういうわけではないんだ。ただドクターの人となりが分からない以上、出されたものを軽々しく口にできない。そうですか。それでは無理にとは申しません。ですが残念です。できればこちらを飲んでいただければ大事にならずに済んだのですが。へえ、それってどういう意味なの？申し訳ありません、グラ様。これもドクターの指示でございます。なんじゃそれは。ドクターが調合された眠り薬でございます。少々副作用がございますが、ご容赦ください。先ほどのお茶をお飲みいただければ副作用の心配もなかったのですが、残念でございます。ちょい待ち、何の話なのか全然わかんないんだけど。何のことはないよ。こうなるように誘導されてたってことさ。例のクソ怪しいカプセルから始まって、私らがこの研究所までやってくるところまでね。ご理解が早く助かります。それではしばしの間お休みくださいませ。このルクスリア・ザラストに通じると思うてか。すやー、うわー、ルクスちゃんが秒で落ちたっす。みんな絶対に吸い込まないように。申し訳ありませんが、こちらは肌からも浸透します。それでは改めてお休みなさいませ。おのれ、この僕も、インウィディア・ザ・エンビーも。おい、お前ら、目を覚ませよ。呼びかけても無駄でございます、オムニス様。この薬は魔獣ですら数時間は目を覚ましません。なんで俺の名前を。もちろん存じております。あなたは100体目のオムニス様なのですから。100体目だって？お前らは一体何を。それはドクターにお聞きください。私は1回の助手に過ぎませんので。さあ参りましょう。ドクターが首を長くしてあなた様を待っておられます。